この放送はご覧のスポンサーでお送りします。じゃあ千円対決いきます。うん、あ、これメダルか。メダルだった。先攻後攻どうしますか。どうしようか。じゃあママから。ママからでいいですか。じゃあどうしよう。同じ台をずっとやってもいいし、途中で変えてもいいし、うん、いいの？先にやった方がいいかも。先攻はママ。1人1000円ずつで好きな台を好きなだけやっても良いルールです。うん、これいきます。うん、いいですか。いいよ。まず100円。うん、あ、取れるかな。緊張するね、1000円対決とかって。いつも見てる側だから。うん、初めて。パパと1000円。あ、やばい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 。あ、やばい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 。案外良かった。あー、一発だ。イエーイ。確実にね、言っとかないとね。イエーイ。これなんか約10時間でツリーが育つだって。ね、何？クリスマスマジックツリー。へー。あ、なんだろうこれ。大きくなるの？すごい大きくなるんだ。これに水を含ませると。あ、これ楽しそうだね。やった。今の時期いいね。ね、もう一回これもいいでしょうか。この手前の。あ、じゃあママ10連続。うん、あのいい、ママ先10回、ママ10回ちょっと。ダメ？じゃあハンデで。ハンデいらないけどね。あ、なんかだいぶ強そうだよ。あ、ダメだ。入ってないのがある。でもここに段があるから。ああ、取れないの。こっち段ないからね。多分こっちの方が。本当だ。段ないんだよここ。なんかここ優しそうだね。うん、奥だったかな。うん、あれかな、茶色いやつかも。上に乗ってるあのこれ、うん、持ち上がるかな。なんかちょうどね、なんか浮いてるよ、真ん中辺が。これ手前に落っこってくる。うわ、あ、赤いのが前に来た。重たいよね。うん、うん、やばいね。どうしよう。左アームで。あ、もっと遠くだった。ああ、違う方行っちゃったよ。どうする、諦める？取るの？あといくら？あと500円。うん、残りの500円をどう使うかが運命の分かれ道です。こんなにたくさんありますが、ママが決めるのは一体。いっぱいある。これかい。あの茶色は左に。こっち？うん、これ茶色。ちょっと浮いてるし。場所は良さそう。来て、落ちて。あ、やばい。やったー、カニ。やったー。この茶色い方が取れました。うん。赤もいけるね。うん。赤もいけるかな。うん。皆さん、すいません。同じものばっかりやってたら見てる人つまんないかな。うん、奥のなんか真っ赤のやつが。
浮いてるよ、うん、ちょっと距離はあるけど、そっか、あ、でもいいかも、うん、あ、ダメだよこれ、沈んでるのか、でも浮きそうですよね、うん、引っ掛けるやつ、うん、わった、うん、あ、これ何回もやり直せる、うん、あ、すごい、うわ、あ、すごい伸びる、うん、グラグラだけど、ほい、すごいグラグラだけど、やばいやばい、いっぱい落ちそう、まさかの2個しか取れないという結果に。でで、うん、そ、ショックすぎ、終わっちゃったよ。え、じゃあこれパパが続行したら、うん、そ、マジで、いきなり2個取り、パパが汚名返上できるか期待が高まります。2個しか取れなかった。どうぞ、どうしよう、こういう方が面白いかも。これ何、ドーナツかな。あ、でもここは勝負だからね。うん、そっか。個数でしょ？うん。どういう方がいいんですか？なんかいいのないかな。じゃあちょっと、この2個で。うわ、ここ。パパ、ここって書かれるよ、本当に。お父さん、すごいですねって書かれる。ちょっともう、でも入れちゃったもん。え、これどうしたらいい？上に上げる。あ、これであと横とか。かな、伸びる、絶妙、あ、止めるもある、2個こい。あ、これな、タグにかかってる。 あ、これあれだ、タグが重いんだ。うそ、ちょっとやめとこう。やめんの。これで1000円。そう、どうしようかな、ちょっと探そう。一発がないな。あ、これ一発っぽいな。どうしよう、この一発勝負してみよう。でもちょっとあんまり欲しくないから。これ家にあるんだ。やめとこう。ビリビリ感。うん。わあ。ちっちゃいのがいっぱいある。これ落ちるかな。キーホルダー。うん。可愛いけど。これ一回やってみようかな。かな？こっちなんだ。うん。ここだ。
キーホルダー。キーホルダー、お菓子のキーホルダー。うん、ね、かわいい。つむつむトランプだって。トランプ、うん、これちょっとでも奥だな。あ、これいけるかも。紫色のやつが。あ、しかも一発勝負。早っ。やったー、マジっすか。これもう一回はいっか、もう一回やったら、あの紫が取れそうだけど。でもトランプ2個、同じだね。あ、そっか、じゃあ視聴者プレゼントしようか。よいしょ。あ、パチッ。あ、やばい、アーム制限だ。で、奥目にこれでどうだ、あったかな。お、やった、まさかの、あー惜しい。もうこれでママ負けじゃん。イエーイ。この放送はご覧のスポンサーでお送りします。あー一発だ。この塩ラーメンならいけるかな。前回の1000円対決で奇跡の逆転勝ちを決めたパパ、残り600円でどこまでゲットできるか挑戦です。圧勝でしたね。塩ラーメン、これ取れるかな。なんかパッと見取れそうなのがない。塩ラーメン、もう奥しかないか。ちょっと無理かな。アームでかいね。あ、うん、ちょっと取りやすくなったかな。あと何回、あと5回。あと5回ある。じゃあちょっとこれはやめようか。なんでなんでなんかこのまま、このままなんか本気でやったら何個取れるかやりたいけど、うん、次第に不穏な空気が漂い始めました。この後の夫婦関係が心配です。パパが勝たなければよかったんだろうか、そう考え始めたその時、あ、ポーチがある。余り物コーナーです。何これ、ぬいぐるみとお菓子が、お菓子がセットだ。これ取りやすいんじゃない、もしかしたら。はあ、そうですね。塩ラーメンの恨みは恐ろしい。これか、これか、どっちがいいかな。黄色いやつを、あーやばい、入んなかった。うん、もう一回やっちゃおうかな。あ、やばい、ビニールの形がちょっと変だ。でも入れちゃったしな、しょうがない。うまく挟まれば、あーダメだ、ビニールが変になっちゃった。ちょっと諦めよう。諦めよう。うん、なんかビニールがね、なんかうまくとんがってて、うん、残念。あと1回、300円、あと3回。でれん、これもちょっと、あ、これいけるかな、隙間に入れば。いいですね。あ、しかも回転があるタイプだ。
スポッて入れば。あ、あ、これツルツルだ。これひーちゃんとリミ一歩ずつがいいから。あと200円だよ。うん、ここでまた奥を狙えば、あ、やばい、下に行きすぎちゃったかな。あー、ダメだ。あと100円、うん、じゃあちょっとラストは大物。最後は大物狙って盛り上げましょう。あのカニもちょっともったいないかな。でも1回じゃ無理かな。なんか謎の、いや、こういう系ですか。あの人形を落としたら一回目で落ちるかい。これやっぱなんか軽そうだけどね。本当、どういう人形を落とすと景品が落下するようです。うん、普通にやってみる。これ何、真ん中で普通に取ればいいのかな。なんか簡単そうに見えるけど、うん、弱々なのかな。あ、行ったんだ。あ、行ったんだ。あ、でも終わり。簡単。これ超簡単じゃん。簡単。じゃあちょっと、じゃあママ、泣きの一回やる。なんでママなのよ。これ人形落としたら本当にもらえるの。うん、もう一撃ってこと。なんか罠が、あれかな、後ろに落ちるかもしれない。前に落とせば下にセットしているフィギュアがゲットできるぞって書いてある。あ、じゃあこれ足狙えばよかったかな。じゃあギリギリに頭のてっぺんを狙えば。後ろに落ちたら大変だね。頼む、よいしょ。おお、すげえ。え、こんな簡単でいいの。やばい、ね、え、なんか誰か出てきた。え、剥がれんじゃない人が出てきた。え、何これ、すごい、やった。200円でゲット。エドだ。え、これ増やしていいじゃん。え、さあこっちも取れそうだ。うん、これ知ってる、知らない。これあの人気があるやつ。なんで？うん。こんなとこでなんか。ここ。
けそうだね。ここは早い。あ、で、あれか、連続攻撃。でもこれ横行かないんだよね。あ、人見てよ、ほら、ルービックキューブ。 あ、なんかくっついてる。これ、なんかくっついてるから取れない。ねえ、これだよ、手抜いたら持たない。なんでくっついてる、わかんないよ。来た時からくっついてたから。これ全部、なんだよ、そうだよね。知恵の輪、やる、うん、もう、グリグリで取れないんだ。無理か、当たんない。当たんない。こんなもんかな。うん。早っ。ミニオン。本当だ、またミニオン。出た、あった。はこれ頭良くなる、うん、あ、落ちませんでした。あ、やばい。あれ、これグリグリやったら落ちるんだよ。あ、よくついてる。ちょっと変なこと言わないでよ。落ちちゃったじゃん。ここじゃないんだよ。あ、落ちた。落ちた。やればよかったじゃん。怖いね。怖いわ。グミペア。サンジーなおやつが甘いな。カミカミさん